JLL モールマネジメント株式会社は、東京都台東区に本社を置き、不動産業を営む日本の株式会社。日本全国のショッピングセンターや複合商業施設などの運営管理受託、プロパティマネジメント、ビルマネジメントビルメンテナンス、商業コンサルティングなどの業務を行う。2002年8月、単成社のグループ会社、株式会社単成。 モールマネジメントとして設立された。2015年2月2日、ジョーンズ・ラング・ラサールが単成者から、単成モールマネジメントの株式を一部取得。発行済み株式総数1200株の70%に、当たる840株を取得した。さらに2016年12月15日、JLL は残り30%の株式を、同日付で単成者から取得し、完全子会社化した。 これに伴い、同日付で現社名の JLL モールマネジメントに、称号を変更した。既存商業施設の管理住宅を多数行うほか、熊本桜町バスターミナルの商業施設、桜町熊本の開発など、都市再開発部門へも進出している。運営管理を自宅する物件は、ショッピングセンターや総合スーパーなどがあり、収益の多くを、郊外型ショッピングセンターが占める。 2017年以降は、声優の店舗や、声優が運営する、ショッピングセンター、ザモール、リビンの運営管理も受託している。ユニモチ原大丹生、モールマネジメント時代から管理、二度のリニューアルを手掛ける、ザモール仙台長町声優の物件。管理を受託し、リニューアルを手掛けた、プロパティマネジメントでは、商業施設の全業務を受託し、 同社スタッフにより運営管理を行う。物件は以下の通り。プロパティマネジメントサポートでは商業施設事業者と同社スタッフの共同で運営管理を行う。リビン光が丘店キテラタウン調布写真はクロスガーデン調布時代プロパティマネジメントコンサルティングでは同社スタッフが定期巡回して商業施設の運営管理を行う。物件は以下の通り。 桜町熊本商業施設のテナント誘致などを担当ありがとうございます。